はい、皆さん、こんにちは。カメラ部 TV のダイです。えー、っとですね、2020年3月16日にドキドキしながら初投稿してもう2年が経つんですけども、皆様にご支援いただいて3万登録を達成することができました。本当にありがとうございます。まず、あ、これで少しでもカメラ写真愛好家のお役に立てているとしたら嬉しい限りです。 というわけで今日はお答えできていなかったご質問を3つ抜粋して回答したいなと思います。早速始めますが、1つ目です。もう随分前のご質問でお答えが遅くなってしまいました。ご質問の内容ですが、高画素センサー、すなわち1画素サイズが小さい方が受光量がより少なくなるから、一般的に暗い被写体に不利と、 言われますが、ご説明にあるように解説現象、レイリー限界など不利になるのは多いんでしょうかそしてもう一つ、そもそも受光量イコール露出 F 値×シャッター速度とは何の量でしょうかというご質問をいただいていました。まず、レイリー限界、レイリーリミットに関してちょっとお話ししておきますと、 レイリーリミットはいわゆる、まあ分解能と言っても間違いないかなと思うんですけども、計算上理想レンズの光景の大きさで決まる数値です。計算式はシーターイコール251575秒かけるのラムダを d で割ったもの。ここで言うシーターは分解角度で単位は秒になります。で、ラムダは光の波長ですね。 D は後継になります。例えば、ラムダを人の目の感度の高い D 線587.56として、あとですね、D 後継を F イコール50ミリの焦点距離 F1.4 のレンズとすると、まず D の計算をすると、D イコール5 0一1 4で35.714くらいになります。 で、シー θ ーをこれで計算すると、251,575秒 ×587.56 ナノメーターなので、これをミリに直して、そしてそれを35.714で割ると、4.139秒になります。増面での分解幅 a というのは、比例計算で成り立ちますので、a イコール f×sinθ ーーになって、 50×sin 4.139秒。これを計算すると0.001ミリになります。つまり1ミクロンになるわけですね。で、当たり前ですが焦点距離は関係なく F 値でもう決まってしまいますので F2.8 なら2ミクロン、F4 なら2.9ミクロン、F5.6 7 4ミクロン、 f8 で5.7ミクロになります。撮像素子のピクセルピッチは同じ画素数なら、まあフルフレーム対マイクロフォーサーズなら大体2.1くらいですから、マイクロフォーサーズでレイリー限界で分解できない画素数なら、フルフレームではその4倍の画素数まで増やせるという単純計算はできます。ただ、理想レンズの 計算ですし、F 値で変わりますし、その分解能にどれだけの意味があるかっていうのは、はなはだ疑問な部分はあります。つまり、適材適所で、フォーマット、画素数、F 値を考慮することの方が大事なんじゃないかなっていうふうに思います。 で、もう一点、受光量はあくまでもほとんどを電荷として蓄える量になります。で、当然大きなバケツの方が電荷量は多くなりますから、それを AD 変換するわけですよね。ということは大きなバケツの方が 1LSB のデータに余裕があるということになります。では、二つ目のご質問に行きたいかなと思います。二、えー、つ目は、 落下試験は使用中を想定したり、梱包したものを落としたりしますけども、笑い話のようなことがあれば教えてくださいというご質問というか要望をいただいてました。落下試験には主に3種類やります。1つ目は単体落下試験。で2つ目が単体衝撃試験。3つ目が梱包落下振動試験になります。 その試験のやり方や判定基準っていうのは各メーカーで独自のものがあると思うんですけども、一つ目の単体落下試験であれば、落下試験機というものは普通使うと思います。これは主に対イ G を試験するものになるんですね。 で、落下試験機というのは、まあ、分厚いゴム底のついた大きな重しがあるんですけども、この重しにカメラを固定します。そして、その重しというのは、レールでガイドされて垂直に落下するような試験機になってます。で、これで連続、まあ、カメラを6面ですね、姿勢を変えて落として、まあ、基本的には 200G に耐えるのが一般的な規格になるかなと思います。 そして二つ目は実際にカメラをぶつける試験が単体衝撃試験になります。私が経験したやり方は三種類あって、一つ目は傾斜衝撃試験です。これは傾斜をつけたレールを設けて、で、滑車をですね、のカメラを乗せて走らせてコンクリート板にぶつける試験です。 で、高さは、ま、垂直に20センチから30センチぐらいで落としたのと、同等の衝撃になるように計算していました。で、これは滑車に、えー、きっちりとカメラを乗せれるので、きれいに、ま、当てれるんですね。で、これも6面当てます。で、さらに12両、要は角っこですね、をぶつけます。確か途中で1回修理可能だったというふうな記憶はしています。で、もう一つは、正味垂直に落下させます。 1>, 1メートルくらいの高さからベニヤ板の上に落とします。で、なかなか姿勢を維持するのが難しいですし、バウンドしたのを、カメラをですね、受け止めないといけないので、これまた大変です。で、もう一つはストラップ試験というのがありました。で、これはストラップでブラブラを下げた時に、不意にぶつける可能性があるというのでやったんですけども、お客様が実際にぶつけて、壊れたという事故から発案されたものです。 で、まあ、これもどこに当たるかわからないので、なかなか難しい試験ではありました。まあ、どちらにしても、この単体落下試験と単体衝撃試験というのは、まあ、設計者からするとすごく心痛む試験でした。まあ、落とすたびにガシャーンとなって、もう涙出そうになりますね。で、また壊れたら壊れてで改良設計するのも大変です。そして、三つ目の、えー、梱包落下衝撃試験というのがあります。 これはカメラを製造してからお店に届けるまでに衝撃や振動が加わった時に壊れないようにというための試験ですね。で、これはカメラを売る時の梱包状態にして、単体落下試験で使用した単体落下試験機に取り付けて、これも6面落下させるのと、さらに別の試験機ですね。振動試験機に取り付けて過信をさせます。 で、この歌詞もですね、いろんな周波数で、えー、揺らして、そして、えー、結構な長時間やります。まあ、この落下試験の方は、ま、梱包もしてますし、そんなに心は痛まないんですけども、振動試験の方は、まあ、周波数変えてますんで、まあ、ブーンブーンという風なすごい音を立てながら、えー、揺れてるんですね。で、これは今でも、こう、頭の中に蘇ってきます。で、笑い話ではないんですが、 えー、ニョキニョキ出るズームコンパクトカメラで、レンズを望遠端まで出して、そして傾斜落下させた時なんかは、まあ本当にドキドキしたもんですね。まあ、設計的にも極限まで薄くした部材で、で、これで NG だったら本当に薄手がないんでどうしようかというような感じでドキドキしてました。えー、ニョキニョキ出るズームコンパクトのお話が出たので、まあ余談になりますが、オートパワーオフした時に沈動に沈みますよね。 で、たまたまニョキニョキ出たまま脇に抱えていた女性がいたんですけども、オートパワーオフした時に二の腕の顔を巻き込んで血が滲んだなんてことがありました。で、それ以来巻き込み試験なんて言って脇に抱えて沈動させる試験なんかもやってましたね。では、三つ目のご質問にお答えしたいなと思います。えー、ゲン像をして使っている際には、 カメラ各社の特異性や色味の違いはあまり関係なくなるかどうかですというご質問をいただきました。これはまあなかなか難しい内容になりますね。というのは基本的にローは撮影素子の生データという意味合いなので、現像ソフト次第でどうにでもなるとは言えます。でメーカー製の現像ソフトやバンドルソフトにおいては、可能な限りそのメーカー思想の色を出すようにまあ調整したり、 カメラプロファイルを提供して合わせ込んでいます。ただ実際に処理しているのはカメラではエンジンであり、パソコンではソフト処理になりますよね。当然エンジンではハードを含めて独自のシステムが入っていますけども、PC ソフトではそれに近づけるようにいじくり回しているわけで、まあ、完全に1というわけにはいきません。つまり一つのメーカー内でもそれなりの苦労しているわけで、 なおさら他社メーカーの色を汎用現像ソフトで出すことは、まあ、至難の技と言えます。で、もちろん汎用現像ソフトにもカメラプロファイルに合わせ込むような仕様はあるんですけども、メーカー専用の現像ソフトのカメラプロファイルとも互換できるものではありませんので、先ほど言ったエンジンとの処理の違いも付きまとってくるわけですね。 結局は似たような色になるようにパラメータをいじくり回すしかないとは思います。ではどうするかですけども、まずは適正な光源下でマクベスのカラーチャートを撮影して、現像ソフトでパラメータを微調して色味を合わせ込んでいくという方法、もしくは X ライト社から キャリブライト社に販売移行したカラーチェッカーを使用してカスタムプロファイルを作成するのがロジカルなアプローチかもしれません。というわけで今日はお答えできていなかった質問に回答してみました。このように回答する動画も適宜制作したいなと思いますので、まあ、簡単な質問やこんなこと聞いていいんだろうかなんて内容もどしどし寄せておいてください。では今日はこれぐらいにしたいと思います。バイバイ。